イリカザフ自治州は中華人民共和国新疆、ウイグル自治区北部に位置する、カザフ族の副省級自治州。グルジャ市を州都とし、全国で唯一、タルバガタイ、アルタイの2地区を管轄する、地区級行政単位である。民族構成は、カザフ族が 25.5%、漢族が 45.2%、ウイグル族が 15.9% を占める。自治区の中心部は、天山山脈とボロホロ山脈に挟まれたイリ盆地である。東代には、突厥旧族カルルク部の地であり、後に、カラハン王朝の領土となった。1124年、契丹貴族ヤリズ大石が、イリのカルルク部を振服させて、西領を樹立した。1211年に、カルルク部は、モンゴル帝国の支配下に入り、チャガタイ汗国に分封された。1677年、オイラトモンゴルのジュンガル部が南下して、新疆に入り、イリ地方をその中心とした。1755年、清朝は、ジュンガル部との数十年にわたる戦いの後、イリを征服し、1762年には、イリ将軍を置いた。イリ将軍が駐在した4城は、新疆の政治、軍事の中心ともなった。中華人民共和国成立後、1954年にイリカザフ自治州が成立。3県級、市、7県、1自治県を直轄するほか、2地区を管轄する。イリ先駆新疆省イリカザフ自治州イリ先駆、新疆省イリカザフ自治州新疆ウイグル自治区、イリカザフ自治州イリ先駆新疆ウイグル自治区、イリカザフ自治州新疆ウイグル自治区イリカザフ自治州。イリ地区新疆ウイグル自治区イリカザフ自治州イリ地区。ありがとうございます。